がんが消え伸ばされた命。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう十五年を加えよう。第二列王記20章5節6節。友人のお父さんは70代の時、肺にがんが3箇所見つかりました。もともと肺が強くなかったので、お医者さんからもう手遅れで、年齢的にも手術は無理です、あと半年ぐらいですと宣告されました。その時、友人は父のために毎日真剣に祈ったそうです。不可能のない神に向かって、父が治るようにと毎日祈りました。ある日、旧約聖書を読んでいると、私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう十五年を加えよう。という言葉が目に留まり、父は治るという思いとともに、心の中に平安がやってきました。それから本当に彼の父は良くなっていき、なんとがんが治ってしまったのです。お父さんにはお医者さんが何人もついていたのですが、みんな驚かれたそうです。そして15年以上経って、91歳で天に帰って行かれました。あなたの愛する者がもし今危機に瀕しているなら、命の危険があるなら、あなたも神に向かって真剣に祈ってください。イエス・キリストの御名によって毎日祈り求めましょう。神様はあなたの祈りを聞き、あなたの涙を見て、その祈りに応えてくださいます。イエス・キリストはあなたを愛しておられるからです。